時計の針が動いて5秒前、スタートまで3秒を切りました。第8レースの一般戦スタートしました。10戦3車のスタート、ほぼほぼ並んだスタートとなっていきました。中から3番安藤、外から4番竹中がトップスタートを切りました。3番手に3番安藤、その後ろ4番手車間が空きまして2番磯部ですが、それをインコースから捉えたのは5番田島です。5番田島が4番手と上がった1周3コーナー、さらにそれについていくように8番吉松勇樹が上がりまして、レースは2周目へと入ります。6番手に2番の磯部、最後方が7番の道地良介の体制です。1番の岩本が先頭、直後には4番の竹中修司、3番手3番の安藤、そして5番田島、8番の吉松がその後ろに続いて、レースは残り4周を切っていきます。現在は縦長の体勢となっています。1番の岩本のインコース狙うんですが、ここは4番の竹中、まだ現在は2番手の位置、3コーナーも入ろうとするんですが、ここは下がってしまいました。3番の安藤がその後ろ3番手、そして5番の田島、インに切り返してくる8番吉松、しかしここは入れません。レースは残り半分3周回、先にインコースから5番田島が3番安藤を捕まえました。さらには空いたところ8番の吉松も上がりまして4番手へと浮上しています。3番安藤は5番手交代です。1番の岩本が先頭、2番手に4番の竹中、滑ってしまったのは5番田島、外からまくる8番の吉松勇樹。レースは残り2周の終盤戦、8番の吉松が3番手と上がりまして、続いてはインコース狙います。4番竹中の懐を捉えていく、8番の吉松がここで3番手から2番手浮上なるか。おっと、ここは落車です。4番の竹中、そして8番の吉松。落車となってしまいました。先頭は1番の岩本です。2番手には2番の磯部が続いています。2番手には5番田島が続いています。先頭1番の岩本、そして2番手5番の田島、3番手は3番安藤、そして2番の磯部で、まもなくチェッカーフラッグです。先頭は1番の岩本降臨、5番田島が2番手です。